今僕の名前を呼んだか？やあ、待ってたよ。デマイオス、課題は終わったか？オイラ早く詩を聞いてみたいぞ。ごめん、時間がなくて。ディマイオス、進捗はどうなってるかな？あれ？旅人さんとそのお友達、こんにちは。スクロースさんから錬金の配合の解読を頼まれたんだけど、難しすぎて。僕にはさっぱりだよ。じゃあ何も進展がないってこと？ああ、そうなんだ。そっか。実は私もわからなくて。おい、錬金術ってそんなに難しいのか？もちろん。錬金術は古くて神秘的な学問だからね。今やその知識を有する人はどんどん少なくなってる。私もそう思ったんだけど、でもアルベド先生はまだ雪山でスケッチしてるし、私たちも研究が残ってて離れられないし。もしアルベド先生にもわからなかったら、この世でこれを解読できる人間はいないだろうね。まったく、スクロースさん、これは一体何なんだ？私が古書から移した風の花の配合だけど。あれ？まさか風の花って自然に生えてる植物じゃなくて錬金術で作るものだったのか？へえ、そういう考え方もあるんだね。いえ、直接風の花の配合と書かれてたわけじゃないの。私がそう推測しただけで。あの古書には、もう書物とも呼べないかな。損傷が激しくて、ところどころチリチリになったメモと、未知の言語で書かれた配合だけが残っている状態なんだけど、作者はこれが非常に貴重な配合だということをメモに書いてるんだ。具体的な内容は私もティマイオスも解読できてないんだけどね。意味がわからないかもしれないけど、でも貴重なものと言ったら風の花しか思いつかないでしょ。じゃあすごい想像力だね。だから旅人さん、私のお願いを聞いてほしいんだけど、この配合が書かれたメモをアルベド先生のところまで持って行ってくれないかな。アルベド先生は雪山の麓にある拠点に行ったみたいなんだ。雪山か。風情のあるいい場所だよね。錬金術で作った風の花、オイラも気になるぞ。アルベドに聞いてみよう。あと大根さん、旅人とパイモン、それにそちらの方は？銀融野郎だ。ウェンティでいいよ。しがない銀融詩人さ。こんにちは。僕は錬金術師のアルベド。せっかくのウィンドブルーム祭でみんなにぎわってるのに、一人でこんなところにいるのか。じゃあ、そんなにぎやかな日に僕を探しに来た君たちは
一体どういった目的で来たのかな。スクロースの手伝いをしてるんだ。スクロースからメモを預かっててな、古書に書いてある風の花の配合らしいんだけど、スクロースにもティマイオスにもわからないんだ。だからこうしてお前を探しに来たってわけだ。風の花の配合？なるほど。この紙に書かれてあるのは古代の言語だ。スクロースとティマイオスが解読できないのも無理はない。しかしこれは風の花の配合ではないと僕は思う。じゃあ何なんだ？まだ推測に過ぎない。結論を出すには完成品を見るしかないかな。僕はまだ仕事が残ってる。必要な材料をリストにまとめるから集めてきてもらってもいいかい？この状況は思ったより厄介だな。この配合、遠い昔のものなのにそのアイデアは奇抜で斬新だ。試してみる価値はある。熱々のスープが飲みてぇ。表現のチャンス！
ご苦労、見せて。うん、全部揃ってる。今練習するから少し待っててくれ。完成だ。おお。わあ、これがスクロースの言ってた風の花なのか。ってただのスイートフラワーじゃないか。よく見て、普通のスイートフラワーと何か違うところはないかい？確かに、なんでこんなに大きいんだ？これが古代の配合で錬成した、いわゆる風の花。実にスクロースらしい。なんだかあの女の子が好きそうだね。こんなに大きくて本当にスイートフラワーなのか？本質的には何の違いもない。これは断言できる。でもその配合はスクロースが古書から移したものだよな。まさか古代にもスイートフラワーがあったのか？ああ、古代にもスイートフラワーはあった。この品種は長い歴史を持っているんだ。本当か？スイートフラワーってそんな昔から存在してたのか？そうだ。おえー、では僕は山へスケッチに行くから、これは君たちが届けてくれ。旅人、セレモニーを楽しんでくるといい。君が欲しがってたものが手に入ったよ。お、お帰りなさい。それでティマイオス、課題はできたかい？風の花が完成したの？見せて見せて。ほら、これが錬成してできた花だ。アルベドが言うにはこれは、わあ、私が夢で見た風の花、スイートフラワーだぞ。うん、よく聞いて、これは古代の配合なの。出来上がりもこんなに完璧で、まさに私が夢で見た種が4倍大きいスイートフラワー。そんなのあるのかよ。種が4倍大きいスイートフラワーの種は通常の種より4倍大きくて、種が4倍大きいスイートフラワーの種でできたスイートフラワーも4倍大きいスイートフラワーなんだよ。より大きく、より強く、より美しい完璧なテイワット産物なの。それにそれに配合は古くからのもので、
長い歴史があって強大で完璧な花なの。誰が何と言おうと私の風の花はこれしかない。さすがスクロースさん、完璧なロジックだ。みんな、私は風の花に養分を補充してくるから先に失礼するね。錬金術のことになるとあんなに熱くなるんだね。ところでティマイオス、課題は？さっきできました。見てください。おお、オイラが一番好きなコーナーだ。ティマイオス、君の作品を読んでもいいかい？え、読むんですか？それはもう恥ずかしがらないで。じゃあ読むよ。錬金場の前で手をつなぐ君と僕、火は見当たらない。心の中で燃えているから。おお、感情がこもってるし仕事のこともうまく取り入れてていいと思うぞ。確かに意外にも傑作だ。ティマイオス、君才能あるよ。本当ですか？僕なんかが書いた詩が褒められるとは。ウエンティ先生の教えがうまいからですよ。先生、今やってる仕事が終わったら今回の授業料を準備しますね。うん、楽しみにしてるね。ふふん、楽しい仕事だな。課題もだいぶ集まったし。ん？誰かを忘れてる気が。誰だったか。ベネット、あいつどこ行ったんだ。失踪？まさかここを離れてから一度も帰ってきてないの？そうなの、何か危険なことに巻き込まれたんじゃないかって心配で、どこに行ったのかもわからないし。旋風の神殿。あ、ロサリアさん。大聖堂から大きな声が聞こえてきたから様子を見に来ただけよ。そういえばあいつ、思い出したぞ、旋風の神殿言ってたな。善は急げだ、早く旋風の神殿に行こう。
しては見たものの全然見つからないぞ。あ、あっちを見ろ。声がする。偵察騎士参上。旅人、敵に気をつけてね。ついてこれるか。くらえ。みんながそばにいてくれ。こうせ。この檻を見れば驚くよな。二人とも別々に閉じ込められてるんだな。すごい設計だね。古代の装置かな。どこかに絶対仕掛けがあるはずだ。近くを調べてくれないか。腹減った。さっき俺のリュックにあるディンゴ食べただろ。獄中生活も楽しそうだね。ずっとそこにいるのも悪くないかもね。いやいやいや、冗談はやめろって。お願いだ、仕掛けを調べてくれないか。開いたよ。ああ、やっと出られた。突然だった。俺は別に驚かなかったぜ。こんなの俺にとっちゃ日常茶飯事だからな。ごめん。謝るなよ、お前のせいじゃない。それで二人に何があったのか聞かせてくれるかい。ちょっと待った、あの脅迫状はどうなったんだ。あれは偽物で、ファンが気を引くためのものだったんだ。なんだって。そんな理由のために俺は丸一日も閉じ込められたのか。ごめん。いやいや、レザー、何回も言うけど謝るなよ。俺が考えなしに突っ走って間違った場所に来たのが悪かったんだ。はあ、
大聖堂を出た後、旋風の神殿に来たまではよかったのに。ここ一帯は魔物が多くて、遺跡周囲までいるし、あのでっかいの、お前たちも見たことあるよな。でも俺は、一流の冒険者だからな。機敏な動きであれをかわして、神殿の奥深くまで来たんだ。そしたら、魔物の雄たけびが聞こえてな。ああ、もう大体予想がついたぞ。それを、悪い奴が用意した罠だと思った俺は、冒険者ベネットとして、ベニー冒険団団長として、立ち向かうと決めたんだ。そして、俺は勢いよく中に突っ込んだ。そしたら、そいつを見つけたんだよ。レザー、どうして旋風の神殿に来たんだ？放浪寮、狩人、多い、うるさい。だから、離れた。それで旋風の神殿に来たと。その後は？この仕掛けに閉じ込められたの？ああ。この牢屋は悪質すぎる。二層になってるんだぜ。レザーが閉じ込められてるのを見たから助けようと思ったのに、突然大きな音がして、もう一つの檻が落ちてきたんだ。やっぱり予想通りだったな。ところで、お前たちはなんで旋風の神殿に来たんだ？ベネット、課題は覚えてるよね。僕は課題を添削して、その授業料をもらいに来たんだよ。おお、それか。覚えてるぜ。檻にずっと閉じ込められてて暇だったから、その間に書き終えたぜ。レザーにも見てもらったしな。そうなのか。どうだった？わからない。でも暖かくてビリビリする。ググプラムに刺されたような。ベネット、君の作品を読んでもいいかい？おう、いいぜ。俺の実力をみんなに見せてやる。来たぞ来たぞ、拍手の用意だ。人弱界とお前、近くて遠い。一つは大陸の向こう、一つは心の中。ググプラムとタンポポ、俺の風の花をお前に。ん？ググプラム？どうだ？いいだろ？独特な作品だな。とてもいい作品だよ。シンプルだけど、心がこもってて、感情移入もしやすい。ありがとう、先生！ベネット、よかった。おう、お前にも感謝だな、レザー。おう、やったな。でも、ググプラムとタンポポって、風の花なのか？ああ、それはな。俺がレザーに、お前が思う風の花ってなんだって聞いたら、ググプラムって答えたんだ。うん。ググプラム、いい。果実でもいいのか。うん。その発想は斬新だね。ああ、嬉しいぜ。どうやら今日は運がいいみたいだ。こんなところに閉じ込められても助けが来たし、俺の詩も褒めてもらえた。本当に最高の気分だ。モンドに帰ったら、すぐに先生のためにお酒を買うからな。ベネット、幸せのハードルが低いな。そう言うなよ。運は悪いけど、それを受け入れなきゃやっていけないだろ。うん、頑張れ。かわいいやつめ。みんな、いいお知らせだよ。生徒からの課題が全部揃った。やったぜ。お祝いに酒場で一杯やろう。みんな、俺とレザーは先に失礼するぜ。レザーが珍しい探検場所を知ってて、一緒に見に行くことにしたんだ。みんなも楽しんでかいよ。
き俺が神社会で冒険した先、酒を買いに行っても気づかれないだろう。お姉さんが助けてあげる。よう、どうだ、この女性の会心の最新作を聞いていかないか。星と深淵を目指せ、ようこそ冒険者協会へ。いらっしゃいませ。赤月ワイナリーのダンデライオン氏。来たのか。最強といえば、そりゃもちろん我らが神団長だろ。だってよ、神団長は剣を少し振るっただけで遺跡守衛を倒したんだぞ。一人でダダウパの谷の三大部族も
一掃できる。そのおかげで俺たちは平和で暇なんだ。うん、確かにジンは頼もしいよな。でもこいつ酔っ払いすぎじゃないか。いや、一人前の冒険者たるものお酒に強くなろうと鍛えてるんだけど、一緒にどうだい？いや、たとえ幼馴染でも。いや、ん？モンドで誰が最強かを聞きたいって？そりゃあやっぱり大冒険家スタンレーさんかな。教会のサイリウス会長もすごいけど、神弱界の魔獣とまともにやり合えるのはスタンレーさんくらいだからね。神弱界の魔獣強そうだな。もしお前の前に現れたらお前でもビビりそうか。うわあ、さすがだな。よう、どうだ、このジョセの会心の最新作を聞いていかないか。ん？モンドの最強は誰かって。それなら多分あの赤い服の女の子だろうな。そうだ、半月前俺は暴風山地でインスピレーションが湧くのを待ってたんだが、その時何があったと思う？なんだなんだ。とんでもない破壊力を持ったやつと遭遇したんだよ。そいつのせいで暴風山地の地面が一瞬にしてえぐれてね。すげえ。あの時俺は木の陰に隠れてて、赤い服の女の子が逃げ去るように走っていくのを見たんだ。彼女が通った場所は見事に変わり果てていたよ。はあ、でもな、誰も俺の話を信じてくれないんだ。まあ、女の子とその破壊力は普通だったら結びつかないもんな。きっとあの子は誰も知らないような強力なお宝でも持ってるんじゃないか。もしかしたらそれはモンドで一番すごいお宝かもしれない。お宝？おい、聞いたか？あくまで俺の推測だけどな。いや、吟遊詩人の直感ってやつだな。そんな。で、その女の子の名前は？名前は知らないな。あまりモンドでは見かけない気がする。でも信じてくれ、全部本当の話なんだ。謎が多いな。まあ、情報ありがとな。いらっしゃい。今日は何を飲む？モンドの最強？あまり気にしたことないね。バーテンダーなら何かしら情報があると思ったのに。そうそう、そういうのが聞きたいんだ。情報を扱うような仕事は担当外だがな、強いて言うなら闇夜の英雄かね。彼はアビス教団から人を助けたと、そう話を聞いたことがある。出た、裏情報。というかアビス教団のやつらって本当にあちこちで騒ぎを起こしてるんだな。やっぱりパットンの言ってた通りだったな。でもこのままみんな自由に意見を言ってたら、いつまで経ってもモンドの最強が誰なのか決着つかないぞ。あ、そうだ、ジンに聞いてみるのはどうだ。セプ
ピュロス騎士団の公式ランキングとかあったりするかも。聞いてみないとわからないだろ。行くぞ。ようこそ。空いてる席に座ってくれ。あれ、リーロックの旦那。いやあ、酒を飲んでから行くつもりだったが、お前らの方から現れるとはな。にぎやかだね。ウィンドブルーム祭だからな、暇があればみんな酒場に来るのさ。旅人、酒は飲むか。飲んでも飲まなくても構わない。大事なのは祭りの雰囲気を味わうことだ。ジン団長からことづけを頼まれてな。お前を今期のウィンドブルーム祭のスターに選んだらしい。とても名誉なことだぞ。ウィンドブルーム祭のスター？ウィンドブルーム祭のスターはモンドの最高栄誉の一つだ。モンドに多大な貢献をした者、もしくはウィンドブルーム祭の期間中に突出した成果を残した者に与えられる。君がモンドに来てからいろいろと助けられた。これはみんなからの礼だ。そう、遠慮せず受け取ってくれ。そうだ、もう一つあってな。ウィンドブルーム祭のスターは騎士団長と一緒にセレモニーに出席する必要がある。その式典でお前はモンドの人々を代表して風神バルバトスに風の花を献上するんだ。でも風の花って一体どの花なんだ？いい質問だな。お前はどう思う、ディルック？言いつけを伝えるのと式典の説明は君の仕事だろう。風情がわからないやつだ。旅人、風の花はウィンドブルーム祭のスターが決めることになってる。つまり風神に献上する花はお前が決めるんだ。責任重大だな。ところでバーテンダーは？どうしてディルックがお酒を作ってるんだい？チャールズなら配達に行ってるわ。ウィンドブルーム祭は酒の配達を頼む人が多いからな。なるほど。じゃあディルックの腕前はどの程度のものなのかな？腕利きのシスター殿はどう思う？悪くないわ。腕利き？お前たち喧嘩でもしたのか？まさか。ロサリアが騎士団の外を走っているのを見て不審者だと間違えてな。幸いにもすぐに気づいて事なきを得たが。あの時の怪しい人影はロサリアだったのか。いつもモンド人の一挙一動に目を光らせているなんて、ただのシスターには到底思えないな。お互い様よ。ディルックの旦那もただの商売人には見えないわ。ロサリアは冗談もお上手だ。ここにいる人の中に普通の人なんていると思うか。名高い栄誉騎士までこの酒場へとやってきたんだ。今日はパーッと飲もうじゃないか。その通り。ところでガイア、授業料は準備できた？直接ディルックからもらってくれ。安くない買い物だったぞ。限定の酒だからな、見合う代価が必要だ。旅人、ウィンドブルーム祭は気に入ってくれたかしら？
そう、ならよかった。さあみんな、楽しいウィンドブルーム祭と自由なモンド人を祝って乾杯。本当にいい日だ。僕たちも飲もう。銀融野郎、自分だけずるいぞ。オイラにも美味しいのくれ。さあ飲め飲め。大聖堂に比べると酒場って本当にいい場所ね。でも祝祭って何日か休暇があるのが普通でしょ。なぜ教会には休暇がないのかしら。チャールズのやつ遅いな。なあ、メニューにもうちょっと料理を追加したらどうだ。酒だけじゃ口が少し寂しい気がするぜ。よく言う。
ないよ。飲んで損しないよ。せい、いくぞ。へっ、こうせ。震えろ。へっ、みんなは俺が守る。おいよっ、
この状況は重い。お父さんは山の上に。ほっ。え。
最強は誰なのかって情報を集めてるんだけど、セピロス騎士団の公式ランキングとかあったりしないか？モンドの最強？すまない、そういった資料はないな。そっか、ちぇ、こいつが5位までに入ってないか期待してたんだけどな。そんな統計がなくとも私は栄誉騎士の実力を疑ったことなどないぞ。そうだ、そういえば最近またアビスの魔術師がモンドの周辺をうろついているらしい。もしモンドの周りに用があるなら君止めておいてくれると助かる。君の実力なら人々の安全を守るくらいわけないと思うが。うん、アビス教団の奴らを倒したらきっと彼のランキングも上がるよな。とにかく倒すぞ。なんだか君たちのやる気に元気をもらえた気がする。では気をつけて行ってきてくれ。理由が分かった気がするな。栄誉騎士のお兄ちゃん、早く
く行こう。なくなったのにどうして楽しそうなんだ？だって最近レザーもアルベドお兄ちゃんも忙しそうみたいで邪魔しちゃいけないの。でもクレイは新しい友達ができたんだもん。お兄ちゃんが助けてくれてクレイとても安心だよ。着いた。この辺りだよ。あのね、クレイの宝物はここに埋めてたんだけど穴が開いてるな。アビスの魔術師か？まさかジンが言ってたやつじゃ。モンドの近くをうろついてるっていう。あれ、あいつの手何か持ってないか？あー、クレイの宝物だ。なんだって？ち、助っ人を連れてくるとはな。作戦変更だ。おい待て、逃げるな。アビスの魔術師？前に森で遊んだ時はいなかったのに。なんだか可愛いね。さっさとそれを返せ。やかましい。せっかく手に入れたんだ、返すわけがないだろう。娘一人ならなんとかなったものを。はい、で、震えろ。はあ、だから絶対返してもらわないと。魔術師がいなくなった。どこ行ったんだ。はあ、せえ。あ、秘境の入り口がこんなところに。この中に逃げたんだな。クレイ、まだ走れるか？ここで休んでてもいいぞ。宝物はオイラたちが取り返してきてやるから。ダメ、クレイも一緒に行く。モフモフが盗んだのはクレイのものだから、クレイが返してもらうの。クレイだって
やればできる子なんだよ。栄誉騎士のお兄ちゃん、早く行こう。火力全開！やあ！へい！
少しはやるみたいだな。だがここまでだ。おい、何をする気だ。人々の噂の中から最強の人間について情報を集めさせてもらった。そしたらこの赤い服のガキがモンドでも最強の宝を持っているというじゃないか。その宝が我々の手に渡った以上、お前たちに勝ち目はない。そうだな、お前たちでこれの力を試してやろう。ダメ、絶対にいじっちゃダメ。その焦った顔、今になって怖くなったのか。どれどれ、うん、火の印か。生きるための心得。怪我人いるところに神団長あり。終わった。うー、もうダメだ。おい、クレイの宝物って爆弾だったのか。通りでクレイがモンドで最強って噂があるわけだ。少なくともオイラは相手にしたくないな。でもクレイ、なんで逃げてたんだ。あ、そうだ、騎士団に戻って神団長に今回の一件を報告しよう。クレイ、先に答えてほしい。怪我人はどこにいる。ん？でもモフモフはクレイのものを盗んだだけなのに。クレイの爆弾が。ああ、オイラが言ったアビスの魔術師は悪い人っていうのはただの言葉のあやだぞ。アビスの魔術師は人間じゃない。あいつらは、そうだな、人類と敵対する悪い奴らだ。モフモフは人類の敵？悪い奴？わかんなくなってきちゃった。これは私のミスだな。クレイはまだ幼いからこういうことを教えていなかったんだ。アビスの怪物どもはモンドの脅威であり、とりわけ最近は活動が激しい。なるほど、オイラわかったぞ。きっと奴らは宝物の噂を聞いたからクレイを狙ったんだ。オイラがクレイの宝物を手に
何なのか知りたかったみたいに。じゃあ今回の手柄に免じて今度のバドル同祭の参加を許可する。バドル同祭、やったー。お兄ちゃんも絶対お祭りに来てね。ふう、うまくまとまったみたいだな。しかし、しかし、クレイ、その宝物をどこに隠していた？聞く。また星落としの湖の魚に何かするつもりだったんじゃないだろうな。違うよ。オイラたちもすっごい見てるよ。クレイ、クレイ反省室行ってくる。クレイ、一人で反省室にいて退屈しないかな。君にも風神のご加護があらんことを。誰だ？あ、パイモンちゃんの声だ。うん、お願い。ダメ。クレイは真面目に反省してるんだから誘惑しないで。反省中はここでバドル同祭のために特別な宝物を作ってるんだ。宝物。ウキュウの形にしてみたんだよ。可愛いんでしょ。うん、バドル同祭が始まったらきっとみんな気に入ってくれると思う。はぁ、ジンがこの話を聞いたらきっとクレイの反省室で過ごす時間が長くなるだろうな。君にも風神のご加護があらんことを。
うん。
がカイザン。やっ。出よ。チリとなれ。そばにいてくれ。おい、よっ。さよなら。おい、お、お、おい、ま。よっ。ストップ。出よ。
星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。これが報酬です。高いところ星とし星とし
こちら。行こう。おい。さあ。さよなら。おい。せえ。お。いた。うん。よ。よ。は。ふ。ほ。おい。行こう。となれ。行こう。